こんにちは。メアリのスマイルフェスでゲットしたハロー初音ミク、ミクプラモ開封組み立てレビューです。ハロー開封したいと思います。ハロー、箱が可愛いですよね。キラキラしてて。そして、説明書と、本体ですね。本体がなんかブラインドボックスみたいな。よいしょ。すごい。ハロ何度か購入したことがあるんですけれど、さすが初音ミクですね。髪の毛が別についている。しかも見てください、このキラッキラキラッキラです。かわいい、かわいい。どういうこと、どういうこと、これ何。あ、これ何かと思ったら、これを外してここにつけるらしいです。説明書を読まずにやるタイプの人間なので危険ですね。入りません。丸だよ。丸じゃないのか、丸じゃないのか、四角だ。角度があります。入りました。これ髪の毛も左右あるので、逆にすると入らなくなるので気をつけてください。こんな感じで、かわいい。この止めていたのすら可愛いです。出来上がりました。ハローは台座もちょっと長さが、ダボの長さがちょっと違うので、はめるときに前後間違えることがないと思うので気をつけて入れてください。はい、出来上がりました。めっちゃ可愛い。はい、ではこのスマフェスでいただいたミクちゃんプラモ開けていきたいと思います。楽しみですね。これ目のパターンは3つついてるので、顔はいくつついてるんだろう。好きな顔を貼るといいんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと開けてみます。感じですね、出来上がり。よし、はい、入ってるのがお洋服、顔の部分。顔パーツは1個なので、シールはどれか1個しか使えない感じですね。あと頭と髪の毛、そして足と台座ですね。台座作り方が、はい、好きなのを選んでねっていう感じですね。こんな感じ。詳しい作り方が書いてるんで、パチパチ切って組み立てたいと思います。作っていきたいと思います。まずこれぐらいの量だったら全部先に切ってしまっても部品がなくならないかなと思いました。チトセリウムはねすごい量だったので、なんか個別に切らなきゃいけないかなと思ったんですが、この量だったら先に切ってそれから組んでも失敗しなさそうです。チトセリウムを組むために事前に購入したニッパーと紙ヤスがこんなところで役に立つとはっていう感じですね。なんで早速全部部品を外していきたいと思います。初できるかな、こんな。最初は軽く切って二度切りをするって習いました。
二度切りしてその後で紙やすりをかけるっていう話でした。こういう出っ張ってるところとこのつなぎを間違わないようにしないと怖いかなっていうのを感じたぐらいですね。多分このミクちゃんすごい簡単なんでしょうね、プラモデルやる人からすると。なんで初心者の私はちょっとドキドキです。エンドロイド知らないと間違えちゃう。あ、はい、手だけちっちゃすぎるのでこれは最後に切ろうかと思います。それ以外のパーツは全部切ることができました。まだね、二度切りとヤスリはかけていないのでそれが全部終わったら組み立てていきたいと思います。ニッパーで全部切ってヤスれるところをヤスって揃えました。プラモデル初なのでちょっとねできる人から見たらイラッとくるかもしれないんですが組み立てていきたいと思います。まず後頭部ですね。後頭部コンパウンドかなんかかけた方がいいかもしれないですね。聞きました、今のパチンって気持ちいいわ。できました、やったー、シール貼り忘れた。これから顔にシールを貼りたいと思います。シール貼り忘れちゃった。できました、かわいい。ハローと比べて1/2、こんな感じですね。ちっちゃい、かわいい。今回初プラモなんですけど、このクリアなプラスチックニッパーで切ると白くなっちゃうのでそれがすごい難しいですね。ヤスっても白くなっちゃうんでよっぽど丁寧にヤスるかもしくはコンパウンドとか使わなきゃいけないのかなと思いました。あと目につけるシール、単純なシール貼るだけなのにすごい難しいんですよ。ちょっとこの色をつけたりシールを貼ったりする人たちは本当に天才だと思います。すごいですよね。はい、ということで戦利品のプラモデルミクちゃんプラモとハローの紹介でした。スマフェスね、すごい楽しかったんで来年もぜひ行ってみたいなと思います。皆さんもね、行ったことない方、今回行った方もいらっしゃると思うんですけれども、行ったことない方はぜひ来年行かれてはどうかなと思いました。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。メアリのハロー初音ミク、ミクプラモ開封組み立てレビューでした。では、またね。